それでは予選20分の、開始となります。ちょっと両テラスが止まっていますが、このね、表示がいつもちょっとおかしくなるんですよね。ちょっと入り口の方が詰まっておりましたが、よくある光景の渋滞になっております。最初に出ていっているのはクリスチャンスクミでしょうか。クリスチャンスクミズがまずもうアタックラップに入っていますが、そうですね、前は比較的意外と大丈夫そうです。と思いましたが、もう GT クラスが見えてしまいました。マルコト・フルーツァと雪風。さあ、ここは2台アウトラップ中なので、ラインを上げてくれていますが、アタックラップ中ですとなかなか P1 クラス追い抜きが難しい、ラインがほぼ1本しかないと思いますが、その前には森下がないとまずですね。さあ、ちょっと少々インカーラインも厳しい。P1 のターゲットタイムはまずはクリスチャン・スクミズが出しそう。ちょっと回線が、状況が荒ぶっています。FPS が今、サーバーの方が急激に落ちておりまして、今戻ってきております。ちょっと安定しませんね。今見たら、かなり落ちておりまして、はい、安定したサーバーに戻ります。ちょっと何があったのかよく分かりませんが、失礼しました。ちょっと映像が乱れておりましたが、その間にマックス・クルトンが19秒755、そしてジム・クラーケンとアウディ勢の2台が19秒台に入ってきております。その間にちょっと大東が落ちているでしょうか。その関係でちょっとサーバーおかしくなっていたようですが、さあ、P1 ホスト SR までが19秒台に入ってきております。P2 は伊沢拓也が27秒121。GT アマの方でミーチューンがタイムを記録しております。ちょっと一斉に出た関係でおかしくなっていたのか、フレームレートかなり非常に低下しておりましたが、今250で安定しております。ちょっとライトの方はメカニカルトラブルという情報が入ってきております。
ヒルケンベルグは現在14番手タイム1分35秒10。モリスタンゴメンディは、1分42秒172ということになっております。ジェームス・ベロスターは今からアタックラップに入っていきます。さあ、ホセ・ダイソールが1分19秒624で全体ベストを更新しました。こちらチームメイトのブルーブラックですが、ジム・クラーケン現在4番手、立ちラインには現在5番手、トヨタのレオテラスは現在6番手タイム。フェルナンド・タモンソが7番ということで、P1 クラスは非常に接戦の予選となっております。ブルーブラックも日産で2台が今ゲーム上から落ちております。はイザータックや、そしてモリスタンゴメンディが29秒台入ってきています。29秒624。そして GT、ブルクラスの方は雪風が32秒802でトップタイム。2番手には、ポルシェのマルコト・ホルツァー、ミーチュー、そしてライト・マッツ、ニール・ケンベルグ、サイモン・リョーガンは現在アウトラップでしょうか。残り15分を切って14分切ろうというところ。フレームレートが落ちた関係で、波乱の幕開けとなっております。最終戦の予選、レオ・テラスは現在アタック中、さあ前にはポルシェの1台、この前はダッチラインですのでさほど影響なさそうですが、自己ベストを更新できるかどうか。大東はメカニカルトラブルが予選中に復旧できない可能性があるということで、どうでしょうか。残り12分、クリスチャン・ツクミズもラインが乱れながら自己ベストから大きく遅れての周回。さあ、いいタイムで来てるのはモリスタンゴメンディ、さあ1分28秒975ということで、自己ベストを更新してきました。そしてケイン・マグヌッセンが雪風を抜いて、プロクラストップタイム。さあ、アウディ3号車のジム・クラーケンが1分19秒454ということで日産を上回ってきました。マックス・クルトンが3番手で、ホセ・ダイソールとの差はなんと1000分の5。アウディ勢が日産勢に威嚇しております。サイモン・リョーガが1分26秒908というタイム記録。ウエスタン・ゴメンディが前に入ってきました。さあ、マルコ・トホルツァーが自己ベストと繋いで来ております。1分31秒697、チームメイトが上回って
って GT プロクラストップタイム。1.39秒、自己ベストを更新してミーチューの前に出てきました。そのミーチューですが現在アタック中、ジェームス・ベロスターはまだノータイムです。こちら現在 P1 トップタイムのジム・クラーケン、残り予選半分となります。まもなく、そしてマックス・クルトンが自己ベストでセクター1通過中。現在コース上混雑しておりますが、マックス・クルトンこの前に GT クラスが何台かいます。ちょうどブレーキングポイントでマルコ・トルザ、セクター2はかなり遅れております。ピットイン5番手の平均立ちラインまでが1秒以内、それから8番手のクリスチャンつくまでが 1.5 秒以内という B1 クラス。さあブルブラックはセクター1自己ベストで通過中。ちょっとセクター2の計測が、カウントされていないようですが、19秒838、自己ベスト更新にはならず。さあここでスピン、さあ予選後半となりまして、各マシーン、再びコース上に出てアタックを始めております。コイシャンスクメが現在8番手、このまま行くと日産勢は1台失ってしまうという形になってしまうかもしれません。再びちょっとフレームレートが落ちているようですが、ちょっとこのトラブルの原因がよくわからないコース上、ちょっとね今回は公式サーバーあまりできなかったので戻っております。ちょっとわからない、もしかして決勝中もちょっと安定しないかもしれません。このコースちょっと今までなかったんですけど、急激にちょっと落ちるようなことになってきております。両側は前のリザーアタックとは先分の9秒差アタックに入っていきます。ブルブラックを再び、ゲーム上から落ちてしまっております。フレームレートの方も気にしながら、見ていきたいと思いますが、坂も非常に混雑しておりますけれども、さあライト戻ってくることができました。残り6分なんとか間に合いました。ライトは現在ノータイム、そうですノータイム。一周が短いコースですのでアタック入れそうです。
さあ予選残り5分まもなく切ろうとしたところですが、タイムの方が落ち着いてきております。ジム・クラーケンが1000分の3タイム更新してきました。1分19分451現在 P1 トップタイム、してホス SR2 番手、3番手マックスゴッドとこの辺差が僅差になっております。4番手ブルーブラック、ここまでが19秒台、電気立ち台の両手出し、フェアタコンソ、コイジャンスコイジ、この辺りが20秒台で僅差、それが P2 は伊沢拓也26秒899、そして少し遅れまして、最高量が26秒908、こちら5秒が28秒975、GT プロクラスの方はキーマグロッセ、マリコ・トーローチョとポルシェが31秒台の4つ体制、雪風、アマクラス・ミーチュン・ライト・バツ・ダニー・ヒルケンベルクは3で、ジェームス・グロシターはまだノータイム、ナイトの方は今タックラップに入るところですね。この1周、残り5分を切ったところでどういうタイムを出してくるか、オンボードをお届けしたいと思います。ライトかなり、ここジェームス・ベルスがちょっと止まっておりますが、前にはあとミーチュン、さらにちょっと前にライトが混ぜることでミーチュンぐらいでしょうか、影響がありそうなのはまだ画面上今名前がちらっと映りましたが、ここで突っかからなかったのであまり影響はなさそうだ。さあほとんど影響なくパス。さあファーストアタックは19秒851で5番でボルブラックの後ろ、急ピッチで5番手に飛び込んできました。まだアタックは2回ほど行けそうです。さあ両テラス8番手ですがアタックに入っていきます。クリスチャンスクメズまでがちょうど両テラスまでが1秒ですね、トップから。2クラス初登場の森下コメ、やはり経験で上回る伊沢拓也、サイモン・リョーガンとは少しギャップが開いております。ポルシェワンツー体制のギフマグレッセ、マルコ・トホルツァー、これ2分を切りました。もうワンアタックぐらいでしょうか、GT クラス、そして P1 勢もそろそろアタックが終わりそうです。ナギール・ケンベルグは自己ベストでセクター1通過中、カメラが変なところ落としておりますが、さあセクター2計測から
さあ自己ベスト引き立ち来年が19秒台に入ってきました。ポルシェ、ポルシェの画面での自己ベストを更新、そしてダニエル・キャンベルグも自己ベストを更新、1分33秒137、ジェームス・ベルスターが未だノータイムとなっております。もうガレージにマシンを閉まっているのでノータイムのまま予選を終わることになりそうです。残り10秒、ジム・クラーケンは次のタックに間に合うかどうか、間に合わない。細田 SR もガレージにマシンを閉まっておりますので、フロントローはジム・クラーケン、細田 SR で確定。マックス・クルトンもこのままガレージインそうです。ライト・マツもガレージインということで3番手まで順位確定。ブルーブラックもガレージインしております。ダイトーもイン、ダッチライネーももうアタックを置いております。リチャーズ・クミズもガレージイン。さあサイモン・リョーガン最後の最後上回ってきました。 P2 トップタイム、伊沢拓也をコンパ378上回ってきました。両テラスはまだこれアタック中のようで、ちょっともうタイムカウントが止まってしまっておりますが、順位上げることができるかどうか。現在8番手1分20秒490が持ちタイム、前とはコンパ311、とりあえず19秒台に入らないと厳しい。さあどうか、タイム更新ならず。 P1 は順位が確定、そしてサイモンでは最後の最後上回ってきまして、 P2 もこれで順位が確定。 GT もキヒマグノッセン、マルコト・ホルツァーもガレージにはシーンをピットインするところ、雪風、サカニーチェンライト待つということで、ナギル・ケンベルグもピットインします。ということでこれで電車順位の方が確定となりました。ポールポジションはジム・クラーケンとなっております。ウォームアップを挟みまして決勝の60分の、スタートとなります。